はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。大学入試の実況プレイやっていこうと思います。今回は2020年大阪大学の数学の問題やっていこうと思います。まあ、大阪大学といえばですね、日本有数の国立大学ですよね。 YouTuber の先輩の花尾さんや伝顔さんは卒業されて、あとね積分サークルも在学中ということで、ね、どんな問題が出るか楽しみです。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは実況プレイやっていきます。今回ね3問全部ねやっていこうと思います。はい、四角 1AA をこの範囲を満たす実数とする関数ごちゃごちゃごちゃについて以下の通りに答えよと、括弧 1FX はただ一つの極大値を持つことを示し、その極大値 MA を求める、括弧に、まあ、MA の最大値とか見えるね。うん、で括弧 1FX はただ一つの極大値って言っても、これ FX って X ね、 X の3次関数だから微分すればいいんじゃないのって感じですね。 6X の乗マイナス3でくくれるから6括弧2プラス 3AX プラス 12sinA か、こんな感じだね。で6でくくって 2sinA になるから x-2x-3a か、こんな感じで因数分解できちゃうわけだよね。うん、ってことは、まあ、3a と2が、このね極値の部分になってるわけですよね。ちゃんとね 3a はマイナス1から1の範囲だから2より、ね、絶対ちっちゃいということを言った上で、あとね本当はこれ増減表を書かなきゃいけないですよね。でも僕ね増減表こんな3次関数でね係数が正でって言ったらこうなるに決まってるじゃんみたいなね、なんかまあでも書かなきゃいけないんでしょうけど、僕はなんかなんでそんな書かなきゃいけないんだろう、めんどくせえって思いますね。まあそれはさておき、まあ、極大値を持つっていうのは 3a の前後で変わるし、2のところは極小値になっててってことですね。じゃあ極大値 MA を求めようって言われたら MA は F3a か、これに 3a を入れていけばよくて、まあ、あとただゴリゴリ計算ですね。2sin3 乗 AA てか、まあ sin2 乗 A sin A を入れていくわけだから、 sin3 乗 A sin2 乗 A sin A 定数項って順番に見ていきます。 2sin3 乗 A マイナス sin3 乗 A と sin3 乗 A だから、3乗の項は0なんだね。じゃあ2乗の項はマイナス sin マイナス 6sin2 乗 A たす 12sin2 乗 A、 ここなんから6だね。だからイコール 6sin2 乗 A、まあね、これ暗算でね、できるものを暗算でした方が早いっちゃ早いって感じで、足す6、3と5はこれだけか、こんな感じだね。はい、極大値 MA を求めました。括弧にその最大値と最小値ってことだよね。まあこれ 3A の2次関数だから MA を平方完成して、6括弧なんだっけ、あ 3A プラス2分の1か。で、まあ、平方完成のねコツがあるよね。この定数項4分の1の6倍の2分の3が出てきちゃうから、マイナス2分の3するとマイナス2分の3を5に足せばよくて、プラス2分の7って感じだね。うん、まあ平方完成はね何回も出てくるから、なるべくねショートカットできる感じでやってほしいって感じ。じゃあ、マックスミニマム考えるんだけど、マックスは 3a が1の時だよね。3a イコール1の時、1はねここにこっちに代入した方が早いよね。6たす6たす5で17、17、3a が1ってことは a イコール2分の π の時か。でミニマムは2分の7で、 3a イコールマイナス2分の1、 3a イコールマイナス2分の1。僕はですね実はグラフの方が好きなんですよね、単位より。不思議とマイナス2分の1だから、ここが π だから、6分の 7π と6分の 11π か。なんか頭の中でマイナス2分の1、マイナス2分のルート2、マイナス2分のルート3っていうのが順番になってて、それがそれぞれね、6分の 7π と、なんだ、4分の何とか π、今回は4分の 5π かと3分の 4π っていう風に見えてるって感じですね。まあ単位円の方が一応定義に沿ってるからいいんじゃないかなと思うんですけど、こっちの方が僕慣れて早いっていう、それだけですね。はい。まあこれ、多分ね、合ってると思うんですが、まあね、気にせず先行きましょう。四角に円周を3等分するように点 ABC を置くと、これ確率の問題っぽいね。てかまあ括弧に確率全化式やんって感じ。はい、確率全化式の問題だろうと。で点 Q は A から出発し ABC を以下のように移動する、1個のサイコロ投げて1の目が出たら時計回り、だから6分の1で時計回り、2の目が出た時は反時計回りだから2の目が出た半時計り6分の1、その他の目が出た場合は移動しないと、3分の2でとどまるわけだね。まあ、じゃあこれでいいや。こんな感
じで、サイコロを N 回投げた後に Q が A に位置する確率を PN とする。一般的に答えよう。もうなんか定番の確率全化式って感じですね。てかまあ P0 が1で、カッコ2からやった方が早いね。カッコ1カッコ2でカッコ2は、PN プラス1っていうものが、まあ、A とね BC っていう風に置いてあげれば、ここ PN ですね。ここ 1-PN、 これ N 回目の時ね。で N プラス1回目の時 PN プラス1なんだけど、A から A そのまま行く場合っていうのが3分の2か、これ3分の2で、 BC から A に行く場合っていうのは6分の1だよね。それぞれだから6分の1になってると。なんかめっちゃね丁寧に書いてる風だけど、6分の1引く PN、 こんな感じで、2分の 1PN 足す6分の1か、はい、これがカッコ2で、だからカッコ1は P1 っていうのが P0 イコール1入れたら3分の2になるし、これ合ってるっぽいよね。だってこの全化式合ってるっていうのが P11 回目投げた後にもう1回 A に来るので3分の2の確率で、確かに3分の2になってるからね。こうやってね、なんか出てくる値によって、値っていうかその都度その都度計算したものが妥当かっていうものをなんとなくね判断していくっていうのはね結構大事ですよね。3分の2か2分の1、3分の1足す6分の1か2分の1か、だから P には2分の1って感じかな。はい、でカッコ3 PN を求めよう。もう P0 イコール1とこれ計算すればいいわけだもんね。カッコ3はちょっと待って、 P0 イコール1となんだっけ、 PN プラス1イコール2分の1と6分の1か、2分の 1PN 足す6分の1だから、まあ、これはもうなんか全化式の1の1みたいなもんですね。こうやって引いてあげて、でこれ α が2分の1、3分の1か、だからマイナス3分の1イコール2分の1括弧 PN マイナス3分の1みたいになって、だから PN 引く3分の1が2分の1の N 引く1乗かける、あ違う、2分の1の N 乗か、 P0 と比べてるから、で1引く3分の1だから3分の2かける2分の1の N 乗に、これが PN 引く3分の1だから3分の1足してあげると、今頭の中でバーって計算したわけなんですけど、1足す2分の1の N 引く1乗って感じかな、3分の1かっこ1プラス2分の1の N 引く1乗、まあだいぶね頭の中でバーって計算したんですけど、もう基本に忠実にやってください。まあこういう時もね、解の妥当性 N に0を入れてみると 1+2 で3になるから 1P01 だし、 P1 はって言ったら 1+1 3分の2になって、まあ妥当だなっていうのが分かると。まあ計算って大事ですよね。まあこの後答え合わせするんですけど、おそらく間違ってないってことが推測される。次、四角さん、三角形 ABC において辺 AB の長さを C、 辺 CA の長さを B で表す。ABC で AB の長さを C、 CA の長さを B、 時各 ACB イコール三角 ABC である時 C 小内三 B。 なるほど、だからここが X とするとここが 3X、 各 ABC が X とすると各 ACB が 3X。 なるほど、で C、 なんかこれもまたそんな難しい問題じゃなさそうですよね。 sin 3X 分の C イコール sin X 分の B、 これ、制限定理よりこれが成り立つから、C イコール sin X 分の sin 3XB ってなって、これが 3B より大きい、これが 3B より小さいことを示せばいいのか、ね、だから、求めたいものは sinx 分の sinx 小なり3を示せばよいと。これ代入してね、やってあげれば。で、あとは、x の範囲が 4x、max で 4x だから、45度より大きくない、大きかったらいけないのか。だから0から、あれイコール入れちゃダメね、 x 小なり4分の π っていう範囲の中でこれを示せばいいと。で、まあこれね、3倍角の公式ですよね。3倍角の公式、sin 3x マイナス4 sin 3乗 x っていうね、まあ、公式があったと思うんですけどね、 cos 3x の方は4 cos 3乗 x 引く3 sin x、 まあこれね、しっかりと押さえておいてくれればできそうだね。3引く4 sin 2乗 x、 あ、これ小なり3に決まってるよね。え、これで終わりかな。はい、終わりました。まあ0から4分の π の範囲だったら絶対ね、 sin 2乗 x 正だから sin より小さい、証明終了。はい、え、こんな感じでいいのかな。なんか
今最後あっさりと行き過ぎて怖かったですね。はい、まあこれで解き終わったという感じで、じゃあ回答をねチェックしていきましょう。なんか今年そんなにね、なんか難しい問題っぽい難しい問題なかったかなって気もするんですけど、6対2乗 A だ、6対 A だ、すごい、あーってね、でカッコ2が17、2分の7、17が A イコール2分の π、6分の π、あー、合ってるね。で、四角にはね、検算がね、できてるから、P1 が2分の1、2分の 1PN 足す6分の1で、そう、検算ができてると、安心してね、正解だって出せますよね。で、四角3。うん。まあ、そうでしょう、という感じですね。はい。ということで、今回全部解いてきたわけなんですけど、まあ、感想としては、思ったより簡単でしたね。まあ結構ね、教科書にね、沿って、しっかりとね、基本に忠実に解いていけば、全部問題なく解ける問題だったかなっていうふうに思います。はい。まあね、実際予備校の評価としても簡単だったらしいので、まあね、こういう問題はちゃんと落とせないなっていうふうに僕は感じました。はい。他にも、この入試問題実況プレイしてほしいよっていうのがありましたら、ぜひね、コメント欄だったり、あと Twitter やインスタの DM に送ってもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。